どうも皆様こんにちは、グリードです。前作のモダンウォーフェアになぜかねアップデートが入ってて、追加マップが複数ね、COD4 のキルハウスなどが追加されてました。COD の次回作スレッチハンマーの今年のね COD はモダンウォーフェアのエンジンを使うことが発表されてたので、もしかしたらねそれを意味するアップデートなのかもしれません。なかなかね前作の COD にこう追加マップだったり新武器だったり追加されることって滅多にないので、まあ次の作品はモダンのエンジンだからモダンにアップデート入れたのかもしれません。さあというわけで今回は、武器調整で強化されました KSP ですね。何やらいろいろ言われてるらしいですけど、アタッチメント構成ははいこのような形になってます。今回はねガンファイターでフル装備にしてあります。というわけで今日の動画もチャンネル登録と高評価、モチベーションになるのでよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。今回はねちょっと後付けで、マイアミストライクでの、KSP のニュークリア動画です。30連続以上のね40連続キルぐらいしたかな。で今回はノースコアストリーク、その攻撃系スコアストリークはなしでやってます。例えば空爆とかヘリとかあとウォーマシーンとかですね、それは一切なしで UAV エアパトロールハープっていうねそのレーダー系のみでのニュークリア、そしてスコアカンストなので、なかなか良かったんじゃないかなと思います。で、マップがね、その、マイアミストライクっていう狭いマップで、まあ、かなり KSP と相性が良かったですね。で、そう。KSP ね、その、ま、いろいろ今言われてるっていうか、半分荒れてるぐらいだと思うんですけど、まあ、強化しすぎじゃないかと。そもそもなんで強化したんだみたいな。もう、とんでもない、ね、ぶっ壊れ武器ができちゃったじゃないかみたいな風に結構言われてるような気がするんですよ。動画でも結構そういうの上がってたので。で、まあ個人的意見として、正直そこまで KSP は、なんだろう、壊れてはないと思います。まあ普通に、まあ使用率低かったからアップデート調整ね、入ったと思うんですけど、でもそこまで、うん、そこまでですよ。その SMG のバースト武器って、ワンバーストで倒せた時は、そりゃね、強く感じると思うんですよね。ワントリガーで、パーって、ね、一瞬で倒せるんで。だけど、その射程を考えると別にそこまで長くないし、で、バースト武器って、一発、そのワンバーストでも外したら、すごくキルタイムが伸びるじゃないですか。一人にかかる時間がすごく伸びるんですよ。だから、まあ、特に、バーストの SMG っていうのは、めちゃくちゃエイムが良くて、で、狭いマップでうまく立ち回れる人だったら、まあ、すごくね、化けると思います。だけど、どのマップでも KSP が強いかって言われると別に僕はね、そういうわけではないと思うし、なんだろう。うん。LMG、例えば LMG は正直どのマップでも、正直強いじゃないですか。遠距離、近距離とか。まあ、それはちょっとどうかと思うけど、KSP はね、その、強い射程とか、距離とか、あとマップとかが、すごく限られてるから、なんかそこまで、じゃないかなと思うんですよね。で、なんか、別に KSP これだけ強化入っても、やっぱ74とか、他の SMG ね、全然強いですし、で、みんなね、どっちかっていうとそっちの方を使ってますしね。まあ、僕がその競技シーン、大会ルールで KSP、バースト SMG を使うかって言われたらやっぱり使いたくないですね。やっぱミスした場合のその、なんだ、デメリットが大きいというか、ワンバーストでも外したら正直もう死んじゃうんで、特に競技シーンとかでやるともう一発でも弾外したら終わりですから、やっぱそういうの考えると別に競技シーンでは使いたくないなっていうのもありますしね。なんか、まあまあまあ、強くなったけど、その、まあ、誰もが使うような武器にはなってないとは僕は思います。まあ、なんでかな、まあ、いろいろ喋ったけど。ま、要はそんな感じですね。別に、多分、KSP だらけになることはないと思います。まあ、今回ね、こう、マイアミストライクっていう狭いマップでプレイしてるから、特に、ね、KSP のその、溶け方っていうのが目立つかもしれないですけど、まあ、ニュークターン、マイアミストライク、あとなんだ?あとすごい狭いマップあるかな?クロスロードをまあ距離詰めればって感じかな。ちょっとね、今回のこの動画では遠距離あんまり打ち合ってるね、シチュエーションがないと思うんですよ。まあ僕自身もそんな遠距離打ち合いに行くような立ち回りしてないんで、すごくこう距離を詰めて立ち回ってるから。こういう室内とかね。
かなり強いですね。で、今回のそのKSPのアップデート何だったかな？射程とバースト感覚とかその辺だったかな？まあ別に、ワントリガーの範囲とか別に変わってないんで、元からこれだったんですけどね。ただみんな使ってなかったっていうね。そう。正直元から強かったのに結局みんな使ってないんですよ、この武器。つまりはそういうことです。で、今回のこのカスタムはね、ちょっと、まあガンファイターでフルカスタムにしてるんで、ちょっと面白いカスタム構成なんですが、まあ、こう、バーストの武器ってやっぱブレが増えると、こう散らばっちゃうとね、すごく狙いにくいので、確か僕これ、フィールドグリップつけてたかな。横移動は遅くなるけど、ブレはだいぶ抑えられるカスタム構成ですね。さあ、もう前半戦終わっちゃうけど、確かここからずっと連キルが続いてて、後半も連キルが続くはずです。現在44キルの1です。スコア27,000。さあ、後半戦も見ていきましょう。そうだな。もうちょっと、後半戦は試合の話をしましょうかね。なんかね。さあ、ここでエアポート出て、現段階これ何キルしてるんだろう。多分中盤のどっかで、多分ニュークリアーって出るような気がしますね。どうだ？あ、ダブルキルして。まだニュークリアーではないか？そうだな、なんか、この武器は、今までの作品で、ね、バースト SMG が強いのって何かありましたっけね？ B5 の時に、追加の SMG でそういうバーストの強い武器があったけど、それぐらいだったような気がするな。やっぱり、そうだね、ほんと、近距離でワンバースト外したら、やっぱり、ね、敵がフルオートだった場合、すごく、負ける確率が高いので、いや、バースト SMG ってちょっと難しいよね。遠距離のバーストっていうのはなんか、一発外してもさ、そんな、敵との距離が遠いから、そんなに、ね、すぐ倒されるってことはないんですけどね。さあ、2階に、こっからね、もうなんか、ずっとハープが続いてたような気がするけど、どうだ？あ、今、ニュークリア出ましたね。今、チラッと出てたね。ここから、31、32、33とか繋がってますね。今回ね、そう、ウォーマシーンなしだからね、これね。なかなかですよ、なかなか。今のも2バーストかな？あの距離になると。ワンバーストの射程ってどれくらいなんだろう？今のも2バーストだよね。さあ、このマップなかなかドミネーションも面白いですね。やっぱ公開マッチでガンガン打ち合えるこの小規模マップっていうのは。いいね。もうもっと追加してほしいですね、こういうの正直。ニュークタウンより好きかな。ニュークタウンはね、こう、はめられることが多いじゃないですか。A 旗に押し込められたりみたいな。マイアミストライクはね、結構そんなことがあんまりないので。抜け道がね、多いしね。さあ、これでなんだ、35ぐらいか？どの辺で死んじゃうんだっけな。なんで死んじゃったんだっけな。あ、ここか。ここ敵上手かったな。しかも今の AK74U か。すごいなんか、飛ばされたんだよな。やっぱりキルタイム最強は、あいつですからね、まだ。さあ、残り40点で勝利となってきて、倒されてしまったので、ちょっと流れがね、こう悪くなっていきますけど、そこそこ持ち返したような気がする。さあ、駐車場から、左から、この左レーンね、新しく追加されてる、このレーン。このレーンがあるおかげで、なんだかんだこのマップ、3レーンだよね。3レーンっていうこの COD にとって一番いいバランスのマップ構成になってるんだよね、なんだかんだね。なんかただ単純にマイアミを小さくしたようなマップかなって思ってたんだけど、意外としっかり作られてるっていう。ただまあ競技シーンで追加されることはないかな、この狭さは。そう、 COD プロ対抗戦で河川さんがなんか新しいね、マイアミが来るから今のマイアミがなくなるみたいな、競技シーンから外されるでしょうみたいなことを言ってたんだけど、多分それはないと思うんですよね。なんかそんな情報僕聞いてなかったんで、さすがにこの狭さでね、
まあ、今のクライム4のマイアミサーチが消えることないと思うんだよな。ここでね、イースポしたらすごいですよね、多分ね。あの距離、あれは打ち合うべきじゃなかったかな。やっぱあのぐらいの距離になってくると、こう、バースト SMG ってのは、ちょっと、難しいね。だいぶキルタイムかかってくるね。バラバラバラ、だいたい3バーストぐらいかかるのかな。さあ、というわけで、なんか、話したら終わっちゃった。終わっちゃいました。確か最終スコア4万、なんか7千ぐらいだったような気がします。ノースコアストリーク、こういってスコアストリークなしの、ユークリアでした。というわけで、KSP は僕個人的には別にそこまでぶっ壊れたようなアップデートではないのかなと思います。その活躍できる距離とかマップが限られてたりとかしますので、まあそこまでかなと思います。というわけで次回は、後付けじゃない動画をしっかり上げたいと思いますので、よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。